B ネットワークの詐欺にご注意くださいはいこんにちは八野誠でございます今日も B ネットワークの情報をお伝えしますちょっとねしばらく間が空いて情報が溜まっていたので今日はねこの3つをお届けしたいと思います、はい、まず一つ目ね詐欺に注意ということではいこんなね、えー、チラシが出ていますけれどもノーティス e b ネットワークフラウド プリベンションティップスということでね詐欺に合わないための、まあ、チップを紹介しますと注意 B ネットワーク詐欺防止のヒントこんにちはパイオニア B ネットワーク DAO は最近一部の不審な個人が B ネットワークの名前とアバターを使用して公式のソーシャルメディア投稿の下にウォレットアドレスの提供を求めるコメントを公開しているというフィードバックを パイオニアから受け取りましたこれは詐欺であることに注意してください。B ネットワーク DAO はパイオニアにウォレットアドレスを要求することは決してありません。B ネットワークアクティビティ特典またはエアドロップ特典イベントがある場合はコアチームアカウントによって公開されていることを確認してください。 疑わしいアカウントを見つけた場合は、時間内に報告してフィードバックを送信してください。ご支援いただきありがとうございます。B ネットワークの名前を使用して、パイオニアを騙そうとする組織、または個人は、B ネットワーク DAO によって法的責任を負いますと。と、はい、いうことでね、こちらが10月の20日にね、投稿されていたものになりますけれども、かなりね、B ネットワークも、えーまあ、有名になってきた からということもあるんでしょうね。まあ、こういった感じで、オレットのアドレスをね、教えてくれみたいな感じで、で、教えてしまうと、ね、溜まっていた B ネットワークの B、ね、えー、抜かれたりということになるんでしょうかね。まあ、B ネットワークじゃなくてもね、なんかエアドロップでちょっとビットコインとか、ね、そういった暗号通貨、えー、あげるから、 えー、振り込むためにウォレットのアドレスを教えてくださいとか、まあ、ウォレットレアドレスだけだったら問題ないんですけれどもね、その他パスワードとかね、いろいろこう要求されたときに、まあね、教えちゃう人いないとは思うんですけれどもね、まあ注意してくださいということですかね。まあ、結構ね、あの、パイネットワークとかもね、かなり今、有名になってきたんで、詐欺がね、どん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 あの増えているようなので、まあこういったね、暗号通貨関係、 人気が出てくると、まあ、それにあやかってっていうかね、まあ、それを利用して、詐欺というものが結構、ね、出てきますので、注意してくださいと。で、まあ、こういった、ねえー、無料のマイニング案件とかは、やっぱり公式の、ね、SNS とかをチェックして、ね、一番いいのはやっぱりアプリですかね、アプリをチェックして、アプリの中で、まあ、こういうイベントを、ね、やってますというのをチェックして、それ以外の、ね、もし、 話が出てきたら、ちょっとおかしいなということで、ね、えー、まあコミュニティとかありますので、えー、B ネットワークも日本のテレグラムできましたし、まあそういったところでもね、あの質問してみて、こんなイベントあるけど本当なのとかね、こういうことを言われたけど本当なのみたいなことをね、問い合わせするだけでもいろんな人が反応してくれると思うので、まあそういったね、ネットワークうまく使って、はい、詐欺に合わないようにね、 はい、していただけたらと思います。はい、そして二つ目ですね。1500万超えということで、はい、ユーザーが1500万超えましたというね、えー、アナウンス出ています。はい、こちらは10月12日ですね。結構前ですね。えー、老法、B ネットワークが1500万人以上のグローバルユーザーにリーチと。こんにちは、パイオニア。エキサイティングなニュースが到着します。B ネットワークは第4四半期以降、 パイオニアからより多くのサポートを受けており世界中で1500万人を超えるユーザーに成長し間もなく1600万人を超える予定ですこれは私たち全員にとって励みになります第4四半期は素晴らしい自費でした私たちが発表した新機能に加えて B ネットワーク DAO はあなたのために素晴らしいハロウィンイベントを用意しました ハロウィンまでまだ少し時間がありますが楽しみにしています最後になりましたがグローバルなパイオニアからのサポートに感謝します B ネットワーク DAO はより多くのメリットを提供します B ネットワークアプリの宣伝と普及を続けてくださいはいということでねこちらは10月の12日にね、えー、こういったアナウンス出ていますまあ1500万人超えたということでね え元祖のパイネットワークはもう2500万人ということでね、やっぱりね、差は開いちゃってますけれども、ただね、えっと、1000万人までの道のりとしてはやっぱり B ネットワーク5発だけあってね、パイネットワークよりもさらにね、最短で3ヶ月か4ヶ月くらいでね、1000万人超えたとか、そんなニュースが確かあったと思いますけれども、 はいまあ、ただね、パイネットワークに比べると B ネットワーク、ちょっとね、何をやってるのかいまいち見えづらいということで、ね、本当にこれ、ね、上場して、えー、価値が出るのかといったところはかなり、ね、疑問視している人も結構多いんですけれども、まあ、一応こんな感じでね、あの適度にこう情報発信されてるうちはまあ、ね、なくならないということでね、 まあ一応マイニング続けてますけれども、やっぱりね、今後どうなっていくかっていうところはね、こうロードマップなり、こう展開してほしいなっていうところはありますけれどもね。まあとりあえず、はい、毎月ね、今、イベントをやったりとかしているので、はい、活動はしているようなんですけれどもね。まあ、長い目で見ていくしかないですね、こういうのはね。はい。そして三つ目、もうすぐ KYC ということで、こちらは、 えー、国内、日本のテレグラムの方からね、ちょっと引用して情報展開したいと思います。はい、こちらなんですけれども、ね、えー、KYC はまだここでは始まってませんかというね、えー、投稿に対して、まあ、テキトレーダーさんっていう結構ね、こういった暗号通貨マイニング案件紹介している方、ね、いろいろ情報通な方です。はい、この方によると、過去に一度 KYC 申請がありましたと。その時に KYC 出て、 ない人は、また、KY する機会があると言ってましたが、それっきり音立たないです。実際にマイニングしているのが、B ポイント付与しているだけなのか、未だに情報開示はない。ユーザーは多いが、不透明な点が多いので、個人情報を集めているだけの案件とも、案件とも噂されています。進展あると良いのですが、とね、有効ね、投稿に対して、なんとなんと B ネットワークのね、運営側が <laughs> 反応しましたとね、 I'll share the latest update of bnetwork to you とね、bnetwork の最新アップデートをお伝えします。ね、日本語も使えるんですね。bnetwork kyc がまもなく登場とね、いうことで、お、アップデート来るかなっていうことでね、こうなんかね、万歳しているような感じですけれども、はい、それに対して今後数ヶ月ですぐにと <laughs> ね、いうことなので、すぐにという割に、まあ、数ヶ月っていうことなので、まあね、この数ヶ月も ね、まあ23ヶ月なのかだいたい6ヶ月以内を数ヶ月っていうんですかね、まあ、人によって感覚違うと思うんですけれどもはいなのでまあそうですね年内にはどうかなっていう感じでまあ年明けくらいですかね始まるのかなということでまあ一応運営側が反応してくれたということでまあ近々ね KYC 始まるじゃないかとで KYC が始まっ でそのの後ですすかかね、まあ、上場してととといいうことになるのかと思います、まあ、ただね、B ネットワーク上場して、今後ね、えー、どんなことに使われるのか、もともとなんかゲームのね、何、えー、て言うんですかね、アイテムを買うためのこうポイントとか、まあ、そういったことに使うのかななんてこともね、あの噂されていたりしたんですけれども、今のところね、こう、明確な、ね、用途が見えないので、 うんまあ、そういう意味でもね、先ほどね、テキトレーザーさんも言ってましたけれども、個人情報を集めるだけなんじゃないかってね、噂されてしまうのはそういうところにも気にするんですけれども、ね、何のための暗号通貨なのかと、ね、いうところをね、もう、なんだろう、こう明確にしてね、ね、えー、B ネットワークはこういうところを目指すんだよ、みたいな、ね、やっぱそういうところをもうちょっとね、発信してほしいなっていうのは、ね、ユーザー側の、はい、 一つの意見としてて、はい、言っておきます、はいということでね、もしね B ネットワークこまだ始めてない方はこの後のね動画見て、えー、一緒に始めていただけたらと思います三大無料マイニングアプリの一つ B ネットワークです1日1回電源マークをタップするだけで B という暗号通貨をマイニングできますこちらのサムネイルの動画で登録方法や概要について解説していますので参照して登録していただければと思います この画面をスクリーンショットしていただいて QR コードを読み取ると解説動画が見れるようになっています。概要欄の方にも URL や関連の動画を掲載していますので併せて参照してみてください。